のトリプルで。本日もお越しいただきましてありがとうございます。大丈夫ですか、ちょっとこういった空間。ここあれ行っていいの、ちょっとそわそわしちゃうな。大丈夫、もうおじさん入れて大丈夫ですか。確かに今日は特別です。あ、ありがとうございます、はい、やったぜ。なんか変なとこあんま触っちゃダメだよね。あ、はい。まあ、怒られるからね、全部高いから。まあ、よければさっき大人の時間だったんでキッズたちが来ました。あ、ちょっと一括りにしないで、勝手にキッズにしないで。キッズも、キッズ座りますか。キッズ座っていいよ。さあキッズお座りいただいたということで、じゃあキッズたちは何して遊びたいかな。めっちゃ舐められてる。面白いゲームとか。面白いゲームとか入れたい。何かぶっ飛んだことしてな。なんかさ、針で刺したりよ。ああ、針で、あ、それちょっと物騒だけど、まあ、それかちょっと遊びしたいんだね。ああ、うん、そうね。そうだね。一歩引いてやがる。保護者づらか。ちゃんと大人がいる。一緒やだな。一緒やだな。大人組なんかなって。まあ、すでに、はい、ね、配信の方にも映ってはいるんですけど、はい、僕たちこの4人で、はいはい、こちらの、大人の遊びダーツで遊ばせていただきたいと思います。ダーツです。来た来た来た。ダーツやったことありますか。ないこいつら。ダーツあんなに刺したいやつですよね。あ、それハンターハンター。別能力近い。あ、近い。そう、投げて刺すみたいな。フワッチやったことあるの。僕もなんかやったことあるし、配信でもね、この間。あ、俺プロだ。遊ばせていただいて。じゃあ勝てないじゃん。なんだよ。いや、まあでも君たちはやっぱポテンシャル知ってて。そうだよ。おいおいおい。やるか。やっちゃいますか。いいよ、ましょう。やってやるよ。じゃあちょっと設定の方させていただいてもよろしいあるか。じゃあちょっとこちらの方に設定があるんで、はい、設定させていただいていいですか。面白いことして。面白い花つけちゃった。ダーツやろうか、一緒に。あるな、ダーツでね。顔に面白かったら入れてあげる。顔に出させてあげるよ。うぜえやつ。じゃあシャッフルして。一回持ってるよ。あ、クズハ君一番だよ。あ、いいんすか。いいんすよ。じゃあちょっとこちらね。うお、座りながらでもいいですし。すげえ。おい見して。見てこれ。なんか脱じゃねえよ。おすげえ。偽物って何。変な魚だね。本物じゃねえか。その魚を的に当てて、うん、あのこのポイント301を、まあ、あ、なるほど。減らしていくと。おーい、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 1だぞ。うまいじゃん。もう1本投げたけど気づいた。気づいてる、気づいてる。触ったこと早すぎて分かんねえか。めちゃくちゃ音鳴ってたから気づいてた。あ、ほんと。これ絶対、あれすごい細いとこ入ったよ。おー、いいね。3倍だった、1が。ちょっと左だったらすごいのにな。それ得点高くなるね。あれ1の3倍。クズハ3点。かすじゃねえか。いくつ。低いね。真ん中が一番いいんだよね。うん、うん、じゃあ真ん中行って20のトリプルに。20のトリプルがね。はい、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 あー、ちょっと濃感かな。きた。あ、でもなんかね、センスありそうというか。え、待って、8しか進まなかったの今。そうね、ちょっとさ、ちょめちゃくちゃむずい。ルールの説明しよう。めちゃくちゃむずいよ。ルールの説明お願いします。いや、これ的を当てますって。わかんないよ、みんな。ルール俺がやる前に言えよ。今はもうパッションで投げちゃっていいですか。あ、ほんと、はい、今適当でいいんだ。あ、でもかなかななんかうまそうだけどね、雰囲気。どうだ。うぇー、めちゃくちゃ近いじゃん。おいおいおい、いいね、当たってんぞ。うまい。え、おーい、狙って。え、すごい、ホスターが出た。あ、鉄大丈夫。もう適当にやっちゃったよ、ちょっと。あー、ノリか。あ、うわ、すごすぎる。うん、いいね。あ、うん、うん、そうね。すげー、ふわっちだよ、もちさん。もちさん、俺かもしれない。もちさん、はしゃぎすぎ。もちさん、もちさん、もちさん、まだだった。もちさん戻って。このリングの外側、このリングの外側がダブルリングっていうね。ダブルリングがね、2倍になるんだよ。間違えたんだよね、帰ってきて。真ん中のトリプルリングは3倍になる。分かるだから。ブー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 。いいな。どちらかの手に蜂が入ってます。この世界に。ここガキマインドがすごいって。ここに呼んでよかったよ、本当に。じゃあ僕もやらせていただくね。さあ、どうしようかな。狙って狙って。うわ、フワッチうまそう。マジうまそう。あれでうわ、絶対うまいんだろうな。パゼロじゃない、これ。うまくないとおかしいよな。うるせえ。絶対うまいじゃん。うまくないだろ。うるせえ。おーい。まずはね、まずはね。まずは、そうそうそう。14。14でかいよ。パゼロ。おー。あー、1か。1。スカスカスカ。15よ、今。ここからよ、いくよ。せい。あー、なんかノイズがうるさかった。全然減ってねえじゃん。いや、うるさかったな。これ減点するんじゃないの。やってやない。意味バグるかと思った、マジ。多いな。
やっと来たね、モスさん出番。よし、この外側のリングがダブルリングでポイントが2倍になります。真ん中は50点でございます。だけど真ん中より20のトリプルリングの方が点が高いんですよ。そうなんだ。横に時計置いといた方がいい。さあ行きましょう。めっちゃ知識あるじゃん。横に時計置いといた方がいいって何？時計誰？誰？誰いい狙って、あ、でもなんかぽいよ。よし、いいよ。当たってる、すごい。18、いいよ。いや矢は刺さないけど。よし、なんか矢は刺さないけど、でもめっちゃ点数下手って、なんか刺さんないけど、なんで刺さんないの。矢が刺さんないんだよね。なんか刺さんないけど、全部墜落してるよ、矢が。なんか刺さんないけど、いい感じだ。なんで刺さんないんだろうね。20のトリプルが一番高いのか。60点だね。じゃあ真ん中の方がかっこいいよ。じゃあ20のトリプルで。おお、でも7のトリプル、ね、20のトリプルで。惜しい。おい、50が近いぞ。20のトリプルで。あブー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 。落ち着いて、落ち着いて。やっべえとこ当たって、ごめん。ガラスがね、割れたと思って。クラッチ、部屋のガラスが、奥のモニターが一瞬白くなったけど大丈夫。ごめん、備品壊しちゃった。気にしないで、今日は大丈夫。今日は気にしないで。ごめん、今日はあの貸し切りだから。あ、そっか、今日貸し切り。ごめん、真相書いてね、いきなり。あの自由だから、今日は何してもいい。大丈夫、大丈夫。全然見たことない色になった。今日は特別だから。真っ白になったけど、液晶が。君たちが気にすることじゃないから。あ、大丈夫ね、大丈夫ね。あ、よかった、よかった。見たことない色。俺あんまお金持ってきてないから、ごめん。じゃあ僕が出すから。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。20今のこれ、ちなみに、お、強いぞ。これ一人が上がると、あ、奪っちゃうから、うん、本当に。じゃあなんかさ、空気読まなくちゃいけなくなるから頑張ってる。ちゃんと。あ、そうだ。いや、違う、圧倒的差が開いてね。ゼロワンって最終的に詰まるから。そうなるから後ろでね、スゴロクの最速みたいになるからね。そうなんだ。いや、知らねえけど、詳しいな。詳しくねえけど、なんか詳しそう。ゼロワンって最終的に近づくから大丈夫だから。あ、そうなんだ。カウントアップじゃないから。詳しいな。いや、全然知らない。高校生だよね。全然知らないけど。いや、モニターの色忘れらんねえよ。すごい色してたね。あんま見なかったね。あんま見なかった。これも本当負けたら結構やばいっすよ、今日。てか高校生にお前こんな、もう無理。よしよ、当たってない。当たんなくてもいいのよ。もう画面見ないと点数が分かんない。よしよし、今どこに当たった。13。今どこに当たったの。なんか下手なのか分かんない。13、やっと刺さったのか。なるほどね、点数的にはまあまあまあ、あんまり経験ないにしてもめっちゃなんかね、破壊しようとしてる節があるよね。お前だよ。なんでなんだろうね。なんかね、結構プロなれるんじゃない。マジで俺だけなんで239の。じゃあ俺もまだ、そうだよね、そうだよね。俺と森下さんも、そうか、やってるわ。あ、なんかやってね、なんかやってるわ。何やってんだあいつ。えあ、でも3だったわ。めちゃくちゃ弱い。驚かせんなよ。めっちゃ弱い。あ、天才。あー、一応カス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 。なんかみんなさ、待って、こいつで教えてもらったってことは、うわ、やべえわ。低い数字に当ててさ、なんか時間調整してない。いやいや、してないし。めっちゃ低いよ。何言うんですか。別ゲー始まってないから、これしてないです。尺調整ね、めっちゃ少なくない。さっきからぶつけたけど、250おるもんな。250で草。いや、違う、これまだ投げてない。まだ投げてない。いや、でも投げて250。でもマジで52点はやばい。まだこの回投げてないのに。52点超えるのは難しい。ポテンシャルを舐められてるわ。もうその瞬間負けたから。あのね、ガキにはできません、この遊びは。覚えて帰ってほしいな。もうね、あれ、刺すことはやめて。5、もちさん、5。当てちゃえばいい気持ち。もちさん、1。1。もちさん、1。5、5、1、5。20回りを狙ってるから、狙いはいいと思っていた。これだから子供は20を狙ってると思ったら狙いはいいと思ってくれ。まずはセッツ。お、構えよ。垂直に。垂直ってどっち。あ、合ってる合ってる。垂直は90度。こうか。リベだいぶ僕の船。リベ10。おー、20点。33。うわー、33。うわー、18。18。0です。あ、ゼロ。なんでよ。でもだいぶ進んだ。いいよ。確かに。モチさんはもう追いつけないかもしれない。なんだことないの。ね、41だよ。あ、ちょっと待って。車走らせて。なんでこの距離でドップラー効果が。なんで。この近距離で。あ、19。10。絶対一桁出さないね。
12。すごいよ。2桁の男。どこを狙ってその散り方してんの、ちなみに。ブルです。あ、ブルなのね。ブルって真ん中、真ん中だよね。最初のブル取りたいよ。じゃあブルを狙おう。でもう痛いな。はい。わからんどっか。1のトリプルって。1のトリプル。シングル10。あー横に反れるね。トリプル6。トリプル6ちょっと強いか。あれでも。あー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 5弱いじゃん。5は弱いけど、5のダブルリング行こう。でも5のダブルね。OK。スタイルの横12と20だぞ。5のダブルリング行こう。うん、内側のね。おい、どこどこ5のダブルリングじゃなくて19よ。リングじゃないか。ほぼ日本史。強。まあ、だから5のダブルリング行くわ。OK。狙える？待って、8のトリプル強くない？5のダブルリングだよな。3本目で行きます。初期が狙った方がやめろ。じゃないと運ゲーってバレるだろ。え、あーあー、でも入ってる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 。あ、でも5ちゃんとあげた。5だよ。ほらほら、5は価値があるぞ。ほら、もう並んでるよ。一気にいった。もう小さいよ。違うこのターンのね、このターンの駆け上がりポテンシャルや計り知れないと言われて。でもさ、ブル2回ぐらい出さないと追いつけないけど。もおじさん、俺らが混むからどうせ。そうそう、混むから。どうせ価値保証あるから。混むからさ。なんかかっこよくなってるな。カナカナ様になってる。今の一旦で何があった？まあ一旦50。ファーストブル。ファーストブルです。あなたがカナカナ終わるよ。ファーストブル。あー、ファーストブルです。ファースト2。ファーストなの。終わらせられちゃう。あ、5のダブル。さっきクズハが狙っていた。おめでとう。伝説の5のダブル。5のダブルだ。君もなかったよ。うわ、でもね、あのゼロワンが後半で混むようになってるから。ファーストブルはいただきます。あ、何の意味もないわ。確か彼の28年、何の意味もない。俺もちょっとフワッチとのバトルだな。いや、そうよ、もうカナカナには。でも、もつさんの。これさ、お楽しみいただきましたか。ヤジ飛ばせるスコアじゃない。一回休みしてた。これカナカナライバルだな。お楽しみいただけたかな。これもしかしてまだ。いや、もちさん秘策が。力を出し切ってない。どうせ刺さんないって。第三形態いける。もちさん、気になります。あー、カス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 。限界があるよ。ね、この人絶対勝てないよ。投げる様めっちゃ多分だけど。いや、見る人が見れば分かるんだよ。そのせいでダーツの先っぽもグニングリ破損してってる、どんどん。モッサン、いいんだよ、こんなの。マイダーツ持ってこないやつが悪いんだから。消耗してってる。どうした？痛そうだな。うわあら、ねえ、何こいつ。お前の夢の先が見たいから邪魔すんのやめるぜ。怖い怖い。ブルブル。エンタメしようかと思ったけど、50ったらお前の可能性が見たくなっちまったよ。あー、危ねー、アウトです。2位当てたら終わる。これ2位当てたら終わるから。そう、でも2位が当ててみろよ。2位当てたらこれなんのよ。やれんの？伝説が誕生する。やれんのかって話。うわー、はい、カス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 。また50からだこれ。次からしっかり邪魔する。お前大したことねえな。じゃあこの一周本当に追いつける回だね。 そんな感じよ。もちさんは無理だけどね。いやいやいや、もちさん以外はもう始まってる。いや悲しい。僕がこうじゃないといつまで経っても絵代わりしないと思って。いや、もちさん待ってるよ。勝手に見せてるだけ。なんかある？いや、誰やねん。15。あ、でもなんか着実に、まあ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 、近づきました。さあ、ね、もちさんブル当てないとゲームになんない。え、伝説が見たいって言った？伝説見たい。トリプルの20、19、18で171点。100まで見せよ、100まで。伝説覗かしてくれよ。トリプルよ、トリプルの19、20、っていうか刺して18よ。刺してよ。あ、でも14強い。今下に落ちてた、見えたよ。よしよしいいよ。1、良くないよ。1なんだよね。結局全然良くない。すごいよね、1本も刺さんないって。ハードダーツしかやったことないんだよな。え、なんで？バトルダーツ？あの、バトルダーツって何のやつ？なんかあったよ、昔。おいおい、一人向ける、一人向ける。落ちないぞ。やめて、やめて。危ねえ。何点フワッチン刺したら。初めて死んだかと思った。さあ、そろそろ。初めて死んだ。ブル狙って、ブル外れたら進めるわ。2位入れてブルもかっこいいよ。それも。うわ、でも狙ってるね。ね、しっかり。49は…どうなのさ、どうなのさ。いるだけで、いるだけで。ブルった？惜しい。あー、でも上手いけどね。拾っちゃうんだ。ちょっと進んだね。ちょっとあの、横に人いる時の圧エグい。なんか俺ら、立ち出しからいける。ミスったら当たっちゃうのも怖い。
あんな別に白くモニターみたいになる可能性あるからね。僕です。なんかあ、なんかバッターがなんかノイズだな。打ち返すこれ、あいつ、あいつ邪魔すぎるだろう。僕だってリスクを抱えてんだからな。か体張ってる。普通に言ったら全く当たんないから。ね、普通にやったらね。ちょっとだノイズなんだよな。よし。あ、ここちゃんと聞いてる、ちゃんと聞いてる。いや、いける。俺は諦めない。顔怖い。惜しい。この風を吹かす。こいつやべえぞ。155も残ってんだ。お前たちやめろ。こいつやべえぞ。155? ちゃんと終盤に進むね。別の台から来たやついる。さあさあ始めましょう。横の同じ横の台の人やん。2周遅れの人。2周遅れ参加。横の台の人いて笑った。酔ってんの。ビビってんだ。あ、男の顔してる。すごい。カメラで抜かれてない顔してる。男の顔してた今。やってくれる。何台見てんの。かっこいいよでも表情。1回でやってくれる男だ。表情いいよ。俺ブルります。ブルリきた。あ、ブル。ブル宣言。おーい、まだあるよ。まだブルダメだもう。あと31だからね。ブルアウトだからね。え？そう、31。それでも俺はブルを狙う。いやいやいや。かっこいいから。かっこいい。大丈夫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 ちょっと待って、心臓回転だよね。出し切りと2枚は大丈夫貸し切りだから、本当、うん、お前いつからオープンだ。やばいって今日はね、いろんなところやばい、2枚はやばい、いろんなところ飛ばし、今日は大丈夫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 、本当にシャンパンより高そうだけど、クザ君でも結構いろんなとこ飛ぶね今日。そうね、飛ばしがちょっと難しいんだね。頭だったら奥行っちゃうからね。終わらせるよこんなの。いやでもカザ君終わらせれちゃう。危ない危ない。惜しい。お、何、え、終わった終わった、え、急に終わった。お前終わらせるよって言ってから終わらせろよ。おめでとうおめでとう。これ以上事故が起きないために俺が止めるよ。終わらせてやる。俺が終わりだよ。おめでとうございます。ありがとうございます。ただいまのランキングは、1位かなえ、2位ふわみなと、3位くずは、4位ケモシトヤ。いやおめでとうございます。伝説見た。ありがとうございます。伝説見た。あ、伝説見れました。伝説見た。リアの方が強かった。いいけど、じゃ あうわ、ずっとヒヤヒヤしてた、本当に。いや、なんかね、終わってよかったな。そうなんですよ、ちょっと見たことない画面が映ったりしてて、あ、なんかちょっとね、そう見てた、なんとか見てました。しっかり見てた。すごいね、しっかり悲鳴上げて俺たち、うん、悲鳴上げ、あ、それ声も出るわ。80インチモニターの4分の1が真っ白っしゅー、ひどいとんかないっすよね。まあ、でもこのびっくりしちゃった。あ、ね、なんか6人でこうやってちょっと喋ると僕エモいっすよ。おー、なんかみんな変わった、変わっちゃったっすね。え、一番変わってるのあなたですか。わっかな、変わったの、あなたが変わったから言われたの。あ、そうか、お披露目でしょ。あ、そうなの、僕も変わったんですけど、いや、変わってないですね。何なんだ。どうさせたいんだ。着地点が変わったか。いかないよ。まあでもちょっと喉でもね、乾いたと思うんでさ、良ければ乾杯なんか、いいですか、いいんですか、ホストさせていただいてもよろしいでしょうか。いや、今日来てくださって本当にありがとうございます。素敵な飲み物を本日ご用意させていただいてますので、こちらです。おお、何これ。ドンペリニオン。ケモチさんは、はい、お、なんかメロンソーダで、僕もメロンソーダ。あー、まあ、さすがに未成年だからね。で、これを取ってこうしたらあなたたちが終わるんだからね。そういう、いや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 、そんな落とし方ある。縛りつけろこいつ。そんな、なんで落とされたかも分かんないし。怖すぎる。なめるなよ。いや、これね、非常にいいやつ。厳し続かない、そんなじゃダメじゃない、だって心の